ユークハウスです皆さん、アリ特急知ってますかアリ特急って何っていう人は右上リンクの動画を見てみてくださいね。さて、今日はですね、アリ特急で見つけた良さげな機材を紹介してみたいと思います。まずは、こちらです。エンヤパクリレレですね <laughs> 商品名はですね、こう、アリ特急らしい、何が何やらわからない名称になってますけれども、 これ、エンヤー M6 にクリソスなんですよね。うん、こんな感じ。ヘッドの形状はもろですし、細かいところでいくとですね、これちょっと写真わかりづらいんですけども、この辺りちょっと見てください。うん。ボディバッグのセンターブレーシングにモデル名を夜勤で入れるギミックなんかもこう真似っこしてますからね。これまでもですね、エンヤ M6 に似せたウクレレはいくつか出てきましたけれども、ここまで念入りに真似してるのはある意味すごいっていうか、中華ビジネスの 本領発揮というかですね、そんな感じがします。で、こうスクロールして見ていきますと、M3 マットシリーズとか、M3 ライトシリーズとか、うん、型番として M3 を名乗るあたりはですね、もう恥も外部もないっていう感じですよね。うん。で、ヘッドのロゴのアップされた写真がちょっとないので、うん、ブランド名は半然としないんですけれども、ギグバッグやですね、 商品名のシリーズなんてあたりをこう見ますと、UK ボーイっていう風になってますので、おそらくそうなんだと思います。ただヘッドのロゴは UK ボーイっていう風に書いてるようには見えないんですけど、なんとも言いませんね。うん。で、ラインナップがですね、やたら気合が入ってるんですね。で、これ今、コンサートサイズ見てますけれども、えー、テナーサイズもあります。26インチですね。この数見てください。まずコンサートとテナー2種類あって、その上で、 で色目がですね、マット系の塗装のカラーが4色グロス系の塗装のカラーが5色計9色それがテナーとコンサートとあるんですねかつピックアップ内蔵かピックアップなしかっていうのがありますんで、えー、総勢36単品のラインナップになります。 しかしですね、その36単品とかですね、こ受注生産の献立て表だったらまだわかるんですけども、こ吊るし売り前提だったらちょっと正気じゃないですよね。まあ、ポットでの会社が賄えるような商品ラインナップじゃないですよね、うん。生産計画とか在庫管理の観点でも、もうそうですよね。フェンダー、ギターのフェンダー、エレキギター並みの販売量があって、もうこれだけの単品展開が簡単じゃないっていううには思うんですけどもね。 これなんかこう、在庫何個ありますかって言ったら5,400個在庫があるとかですね。ここ在庫の表示なんですけども、5,400個あるとか、ちょっとインチキ臭いとこもあるんで、若干怪しいんですけども。とまあ、その辺はひとまず置いておいてですね、価格を見てみますね。2019年6月15日現在の価格ですけれども、コンサートが、えー、ピックアップなしのモデルが2万279円。ピックアップ付きで2万6,335円。 これテナーサイズも同じ価格設定になってるんですよね。うん。オールマホガニー単板でこの価格はもうスペック通りのものが届くんだったら中華麗であってもかなり頑張った価格の設定だというふうに思いますね。パクリ先のエンヤ M6、まあ我が家にもあるわけですけれども、この M6 と比べると2割5分から4割ぐらいは安い設定になってますね。価格的に安くなってます。 ただですね、えーっと、この商品はありときに並んだばっかりみたいでまだ販売実績が一歩もないんですよ。うん、なので、えー、掲載されている仕様や見た目通りの商品が届くかどうかははっきり言って分かりません。うん、で演奏動画がここで見れるんですけれどもこれブリッジピンの仕様だったり、えー、バインディングがアバロンだったり明らかに仕様の違う機材を思想してますね。 まあこの手の洗剤の使い回しは中華レ,レー商売だとよくあるんですけれども、まあ、ちょっと何とも言えないなという感じがします。まあ、とはいえですね、んここ見るとわかりますけれども、エレガンスアズユーミュージカルインストルメントストアっていうのはですね、えー、オープンから5年経過したストアでうん、かなり評価が高いお店になってます。うんなのでさすがにとんでもないバッタも扱わないんじゃなかろうか。 とも思いますねそこが救いといえば救いですかね。なので、え急遽募集。どなたか一柱行っちゃってみませんか企画みたいな。まあ、そんな企画ないんですけども、商品ページの方はですね、説明欄に URL 載せときますので、レッツ一柱。では次行きますね。少し経路が変わります。こちらになります。わかりますかはい。ウクレレベースですね。うん えー、ハディーンっていうブランドです。うん。でもウクレレベースはアマゾンにも普通に売ってるし別に珍しくもないんじゃないのと感じたあなた。のンノンノンノンですね。このウクレレベース実は普通に売ってるそこらのウクレレベースと大きく違う点があるんです。うん。わかった人いますかねどうでしょうか多分ほとんどの人はわからないと思いますので答え言っちゃいますけれども、サイズが違うんですよ。スケールが。 中のの場合サイズは機材の全長で表しますソプラムだったら21インチですし、コンサートは23インチ、あるいは24インチ。テナーサイズだったら26インチになります。で、普通のウクレレベースはバリトンウクレレのサイズなので、30インチなんですね。うん、でも、このウクレレベースは32インチあるんですよ。そうなんです。2インチ長いんですね。2インチは約5センチ。このぐらいサイズが長くなる。 フレット2つ分ぐらい長くなってるんですなおですね商品購入のページではサイズが30インチっていう風になってますこれってつじつまが合わないじゃないですかと何でですかと販売店に問い合わせてみましたそうするとアリ特許のシステム上32インチっていうボタン表示の選択肢がないんだそうですなので仕方なく30インチのボタンを使ってますっていうことでしたただし商品は間違いなく32インチだよと いう回答でしユークランス的にはですねこの32インチっていうのはすごく画期的なことでしてわかる人にはわかるっていうそんな推しポイントなんですよねで我が家にはですね今現在ウクレレベースないんですけれどもこれこのコルドバミニ O がですねウクレレベースと同じバリトンウクレレサイズなのでちょっとこれでイメージしてみてくださいこのぐらいのサイズのものですよ30インチは5センチって言うと大体こう2フレット分ぐらいなんですけれどもこれが 2インチ伸びるってことはおおむねですね、えー、この6弦1弦のペグポストまでナットの位置がこうずれるぐらいの、まあ、感じですかねうんそのぐらいのサイズ感の違いになります参考までに比較画像を撮っときましたそれぞれ全長は、えー、左からエンヤノ M6 コンサートサイズが24インチ中央コルドバミニ O で30インチ で右端がテイラーの GS ミニで36.5インチとなりますうんどうでしょう32インチのウクレレベースイメージいただけましたでしょうか長さの違いは分かったけどそれがいいんだか悪いんだか分からないっていう人は多いと思いますでウクレレベースってあのゴムみたいな太い弦を使ってるおかげであの小さなサイズでもベースが必要とする音域を鳴らせるわけなんですけれどもこういかんせんですねスケールつまり弦の長さが短いせいで ピッチがどううしても不正確になっちゃうんですよ、うん、特に4弦この一番太い4弦ですね E 弦が結構きついですね、うん、使ってる人はまあそれは仕方ないと思いながら弾いてたわけですでそんな中ですね中華レレブランドからこのスケールを延長したモデルが出てくるっていうのはある意味すごいなと感じてますなぜかえウクレレベースっていう楽器はですねアメリカのカラというブランドが2008年に U ベース っていう量産モデルを発売したのが最初なんです、うん、そうなんですよまだ誕生からですね10年しか経ってない歴史の浅い楽器なんですねたまたまカラが、えー、バリトンウクレレの大きさでウクレレベースを開発はしましたけれどもそもそもこの長さじゃなきゃダメだっていうルールなんかはないんですよねそれでもどのブランドが作るウクレレベースもなぜか同じサイズっていうこれまではそんな状況だったわけですそこに 既成概念にとらわれないでインチアップさせたモデルを作ったこのブランドの着想は素晴らしいと思うんです。そもそも10年の歴史しかない楽器に既成概念も何もないんじゃないかって話もありますけれども、このハディー i っていうブランドなんですけれども、中華レレウォッチャーのユーカースもですね、正直目にしたことのないブランドなんですけれども、グッジョブと言いたいですね。で、なおですね、お値段的にはなかなかいい感じの値付けになってまして、うん。えー、動画作成時点で2万671円。 22, 円ですこれ2日後にはですねセールがちょうど今私が動画撮ってるタイミングですよ、まあえー、セールが開始されるようで、えー、1000円引きになってますねそれぞれ1万9700円から2万1000ウン円でちなみに日本のアマゾンではドナーの30インチモデルが1万5800円ケ水ミズが1万7300円で販売されています で、それらの機材に比べると、ハディーンは3000円から7000円ほど高めの価格設定になっていますね。で、さらにですね、このブランドのすごいところは、こちらです。これですね。うん。もっとインチアップしたモデルがあるんですよ。なんと35インチですよ、これ。じゃじゃん。ボディはウォルナットの合板ですね。なかなかいい感じの。 どうでしょうか、うん見た目いいですよね先ほど比較写真で見てもらったテーラー GS ミニが全長36.5インチなので35インチってことは GS ミニとほぼ同じ大きさってことになりますどうですかイメージできますかねさすがにここまでスケールが長くなってくると30インチボディのウクレレベースの弦を張ってどの程度実用に耐えるかちょっと心配な点はありますけども楽器としての 音程の正確さは格段に向上するだろうというふうに思います。うんかつ、かなりテンションきつくなるんじゃないかと考えられます。なので、音源やピッキングなんかは結構大変なんじゃないかなというふうに思います。まあ、この辺は実物を触ってみないことには何とも言えませんけれどもね。なお、写真で見る限りボディも二回りぐらい大きくなっているようですので、アコースティック演奏でも十分な音量を出せるんじゃないかと期待しています。 まあ、ここまでのサイズになると、ウクレレの手軽さはなくなっちゃいますけれども、テーラ GS ミニにしても、フルサイズのアコースティックギターに比べれば一回り小さくて、機動力はあるので、ものの考え方にもよるかなというふうには思いますで。価格的にはかなり破格な印象ですね。これも2日後からはまたセールが始まるようですけれども、えー、32インチモデルに比べて、プラス2000円はかなり良心的な値付けだなというふうに感じました。 ユーカフス的にはですね、この35インチモデルもかなり気になりますけれども、んマッチングさせる弦の問題もありそうなので、今今では32インチモデルの方を、まあ、お勧めしたいなというか、自分としてもトライしてみたいなって、そういうふうに思います。で、えー、32インチの機材のページに戻りますけれども、えー、このモデルはですね、トラモクムエイプルの合板ボディでなかなかかっこいいんですよね。うんただ、バインディングはですね、別途 ここだけが唯一自分のセンスに合わない点なんですね。まあそれもいいんですけども。えっと、実はこの32インチモデルにはですね、兄弟モデルがありまして、それがこちらになりますね。これオールナットなんですよね。うん、いいじゃないですか。オールナットボディですよね。これが兄弟モデルなんですけど、こう、見てわかりますかね。ちょっと大きい写真で見ましょうか。わかりますまあ注意点っていうかですね、これフレットレスモデルなんです。うん。 せっかくこう、ウォルナットで、ブラックバインディングでかっこいいんですけど、フレットレスなんですよね。で、元ベーシストの助言としてはですね、ベース経験者でもない限り、フレットレスは買わない方がいいってことですね。うん。まあ、音感がいい人別ですよ。うん。マスターするのは結構大変です。弾くこと自体は、これ、フレッテッドもフレットレスも、まあ、大した違いありませんけど、要するにこう、正確な音程を出せるかどうかっていうことで言うと、相当練習しないといけません。 アンサンブルで使う前提で考えてるって方でしたら、なおさらフレッテッドモデルを買うようにしましょう。価格はメイプルボディの32インチと同じ価格設定になっています。ということで、ロングスケールのウクレレベース3機種を紹介しました。さて、最後に紹介するのはこちらです。かなり近未来的な S 姿のウクレレではないでしょうか。うん。これですね、ポピュレレ2っていうオール10製のウクレレになりまして、 カラーはオールホワイトとオールブラック。2種類あります。でこうサウンドホールがオフセットされてますね。で、こんな感じの内部構造になっているそうです。バッテリー内蔵できて、えー、これ単酸電池ですね。ボタン電池じゃないのは珍しいと思いますね。で、価格がですね、1万776円。結構お手頃だと思います。 なおこのウクレはですねえー、アリ特急ではかなりの人気でしてたくさんのショップでこういうふうに扱いがあります本数をさばいていって安心ができるかつ価格が安いショップを見つくろって今ページ見てまして説明欄にはこのショップのリンクを貼ってはおきますけれどもそれぞれのショップがですねこう競ってセール価格をつけてくるようなので購入される際にはいろんなショップの販売状況も確認してみるのがいいんじゃないかなというふうに思います さて、ポピュレレですけれども、2っていうからですね、初代ポピュレレも存在してまして、2年ぐらい前ですかね。うん、登場したのは2年ぐらい前だと思います。エンヤのミニオンズレ,レにもポピュレレ機能が組み込まれてます。ポピュレレの特徴はですね、指板に組み込まれた LED と制御システムなんですけれども、スマホアプリと連動して、曲のメロディに合わせて指板の LED が光ってですね、フレットポジションを示したりとか、 アプリでコードを選ぶとコードポジションが光ったりチューニングができたり、まあ、そんな機,機能が組み込まれてました、まあ、アプリ連携機能ということですね中国国内ではそれなりに売れてはいたみたいなんですけれども、まあ、いかんせんスマホアプリは中国語版しかありませんいまだにそうなんですよね、うん、アプリは無料なのでアップストアでポピュレレって検索すればダウンロードして操作してみることはできます でもすごく使いづらいですし何が書いてあるか読めませんのでアプリが使えないとなると我々日本人にとっては単なる光るウクレレっていう位置づけでしかありませんでしたうんまあそれでもねあのー、こんな風に光ってれば結構かっこいいなとは思うんですけどもね、うん、こういうデモンストレーションで光らせる機能もあるそうですではポピュレレ2は、えー、ポピュレレと何が違うのかっていうとポピュレレの伝送系の機能はそのまま受け継いだ上でウクレレのボディとネックを 樹脂でで一体成形したっていう点ですねこのボディデザインってことになりましょうかで我が家にはオールポリカーボネットボディのアウトドアウクレレありますけれども要するにこの路線のウクレレだっていうふうに考えればいいんだと思うんですね、うん、光るのはおまけであるということですそう考えればそれなりにしっかりした作りのオール樹脂製ウクレレしかもデザインは結構かっこいいとそれが一番円になったらありなんじゃないのという感じですかね なお商品説明を見る限りポピュレレ2の素材はですねボディとネックが SA これ N ってなってますけどおそらく5色で SAS という樹脂にカーボンファイバーを混ぜ込んだ素材で指板が ABS 樹脂になってます、うん、でフレットも指板と一体設計ですけれどもフレットの耐久性は少しばかりちょっと気になるんですよねうんアウトドアウクレレはですねボディ全体がこれグラスファイバーを混ぜ込んだポリカーボネートでできています ももフレットですね他に樹脂製のウクレレで言うとマジックフルーカンパニーのフリーありますけれども、えー、フリーはボディのバックアンドサイドが ABS 樹脂ですけれどもシバンはポリカーボネートを使ってるんですよねポリカーボネートは ABS 樹脂に比べて硬いんですようんなのでフレットとして使ってもすり減りにくいんですもちろんそのポリカーボネートはんも硬いって言ってもですね長く使ってればすり減ってはきます ただ、ABS 樹脂はポリカーボネートほどは硬くないので、そのフレットがどのぐらい持つのかっていうのは多少気になる点ではありますね。うん。ただ、ほとんどの場合、僕のこの心配は急に終わると思います。なぜかというと、ポピュラレ2が欲しい。よーし、ありとっけでポチっちゃうぞーって人は、まあ、すでにですね、4、5本は最低でもウクレレ持ってると思うんですよね。要するに何本もウクレレ持ってるって人は、 ポピュレレが何本 ABS 樹脂のフレットだって言ってもすり減るほどにポピュレレばっか弾かないだろうって思うんですね要するに何が言いたいかっていうとまあフレットがすり減っちゃうんじゃないのって心配してるぐらいだったらポチチャットが早いんじゃないのということですよねということでですね今回はアリ特急から面白ウクレレをいくつか紹介させていただきましたご視聴いただきましてありがとうございました